皆さん、こんにちは。風水というと、どんなイメージを持ちますか？初めて見たいけれど、難しそうな感じがするかもしれません。そこで今回は、誰でも簡単にできる風水の力で、金運を引き寄せるための5つの方法をご紹介します。1、部屋の風通しを良くして金運を呼び込む。風水とはその文字のごとく風や水の流れを良くすることが開運につながります。まずは部屋に風を通すことです。風の出入り口が汚れていませんか？部屋の中のホコリを取り除いていきましょう。そうすると気持ちもすっきりしていきます。特に風水における金運を引き寄せるには水回りも重要で、特にトイレは大切です。毎日お世話になっているトイレをまめにお掃除することで金運を呼び込む準備が整っていきます。忙しい時は窓を開けて換気をしてあげるだけでも効果的です。2、お金の家をきれいにして金運を呼び込む。風水においてお金の休む家はお財布です。しかし同じ財布を何年も使い続けているのは金運を呼び込むにはおすすめできません。財布は3年に一度は買い替えることで新しい運気を呼び込みます。また形は折りたたみではない長財布がお札ものびのびと休むことができるので、お金の運気も増してきます。買い替えるときは長財布に変えてみるのも良いでしょう。そして風水上買い物レシートがぐちゃぐちゃになったりするのは金運が下がるのでやめてくださいね。毎日お金が休まるようにレシートは取り出してお金の出入りをしやすくするだけで十分金運アップが期待できます。財布のカラーは黄色が多く好まれており、その他にもオレンジ、金、ホワイトなどもおすすめです。色は好みでも大丈夫ですが、財布の中をきれいにキープすることは忘れずに続けてみてください。3、願いは叶う。心から金運アップを願う。簡単な風水を取り入れることで部屋も財布も、そして風水を意識していくあなた自身も環境が整っていきます。そしてとても大切なことは心です。あなたは金運アップを望んでいますか？お金へのイメージはどのような感じでしょうか？風水は環境を整え、心も整えていくことが大切になってきます。望まないことなのに風水だからといっても決して金運は近づいてくれません。お金を好きになるとお金のしまい方や風水への気持ちも変化していくのです。金運を意識できるようにあなたの部屋や家の環境をワンポイント変えてみましょう。それは家の西側であり、西側は物でいっぱいになっていませんか？どんな物でも花でも良いので、黄色や金色を意識的に取り入れてください。その色を目にすることで金運を願っている自分を忘れずにいられます。4、金運アップに効果大。おすすめグッズ。風水やパワーストーンに興味のある方はブレスレットはもちろん、ストラップでも良いですし、金運アップの石を取り入れると良いでしょう。主にタイガーアイ、
アメジスト、チトリン、ルチルクオースなどがおすすめです。実際に石に触れてみて仲良くなるようなイメージで取り入れていくと良いでしょう。その他におすすめなのが金色の折り紙です。この金色の折り紙を2つ折りにして新札に挟みます。その新札を挟んだ金色の折り紙を財布に忍ばせておくことで金運がぐんぐん上がりますよ。できれば1万円札がおすすめで、この挟んだお札は使わないでお守りのように大切にします。金色の折り紙がよれてきたような時は交換してあげましょう。金色は目にするだけできらびやかな気持ちになります。そんな金色に包まれたお札があなたの元へ金運を呼び込むきっかけとなってくれるでしょう。金色という風水カラーも強い味方ですし、折り紙という手軽さ、ぜひチャレンジしてみましょう。と、感謝の気持ちでお金を使いましょう。お金は入ってくることもあれば出ていく時もあります。ご縁あってあなたの元へ訪れ、あなたの使い道によってまた別の方へと渡っていきます。不思議なご縁です。そんなご縁のつながりだからこそ、お金が入ってくる時もお金が出ていく時もありがとうという感謝の気持ちを思い出してください。風水ではお金に対する感謝の気持ちが必ず金運を引き寄せるとされています。楽しく感謝してくれる方のもとへお金もやってきたいからです。お金はお札やコインもそうですし、いただき物など金運とご縁で集まってきます。だからこそ、それがお札でもコインでもいただき物でも感謝できるように意識していきましょう。そして声に出してありがとうと伝えていきましょう。そうすることで風水による金運が引き寄せられ、お金との良いご縁が結ばれます。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。